はい、皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、うちの子、もうご飯どこまで食べるんですかっていうね、よくある質問の中の一つをちょっとお話していこうと思います。やっぱりね、こう食が細い子また別ですよ。もう普通にしっかりご飯食べれる子はもう揚げたら揚げた分だけこれね、もうどんどん食べるから、これ一体どこがお腹いっぱいなんやろなってね、結構疑問になると思います。で、その疑問をね、今日よかったら解決していただけたらと思います。じゃあ、基本的にじゃあどこまで食べれるのかっていうことなんですけども、基本的には 120% ぐらいまではしっかりワンちゃん食べれます。なので、もうお腹いっぱい通り越して、もう動かれへんっていうぐらいまで食べようと思えば食べれます。なので、もう揚げたら揚げた分だけほんま食べるってことですね。じゃあ、なんでこのしっかりと食べれる、どこまでも食べれるような体の構造になっているのかっていうのをちょっと知っていただけたらと思います。まあ今までじゃね、言ってると思うんですけども、それをずっとこう戻っていって、祖先、そのワンちゃんの祖先は一応狼と言われてるんですけども、狼の食生活から来てるんじゃないのかと今言われてるんですね。で、狼っていうのがどういった食生活をしてたかというと、群れで過ごして、で、大きな獲物を狩る、で、狩ったものをみんなで食べるっていうことやったんですね。なので、じゃあその狩ることが毎回成功するかって言われると、そうじゃないんですよね。成功する時もあれば失敗する時もある。要は食べたり食べれなかったりするっていう食生活なんです。なので、食べれる時にしっかり食べておくんですね。で、しっかり食べておいて、しかも群れなので取り合いになるんです。なので、ちゃんとしっかり自分が食べとかなきゃ生きていけないんで、なのでガーッと食べるっていうこの習慣が残ってるんじゃないのかっていうところで、今のこちっちゃなみんなのワンちゃん、ね、狩りはしないですけども、ワンちゃんの習性として、そういった祖先の狼の、食べ方が残ってるんじゃないのかと言われているんですね。はい、というところで、こういった理由があるから、もう 120% まで食べれるんですよっていうことなんです。じゃあ、この 120% をもう毎日食べれたらどうなるか。太りますよね。はい、太ります。まあ、昔の狼であれば、もうものすごく一日中狩りするし、しかも食べれたり食べれなかったりするので、体型でちゃんと維持できるんですね。けど、まあ、そういったこともない、別に狩りすることもないし、もう毎日コンスタントにちゃんとご飯出てくるしっていうところで、限度いっぱい、お、食べるから、むちゃくちゃうちの子めっちゃ食べるからって、ほいあげてると肥満になるんです。なので、食べるからと言って、どんどんあげてしまうと肥満になると病気になるっていうことで、もう全然意味がないんですよね。なので、まあ、食事に関しては、ワンちゃんが袋ビリビリって開けて、よーし、食べようってなるわけではないので、飼い主様次第になっています。なので、そういった飼い主様が習性、こういったワンちゃんの習性があるんだな、っていうことを、まず知っていただく。で、どういった形で適切な量を上げていくのか、っていうのを、飼い主様の方でやっていただく必要があります。なので、まあ、まずね、今日していただきたいのは 120% まで食べれるんですよ。しっかりご飯食べれるんです。その習性として昔こういったことがありました。だからこうなんですっていうのを教えていただけたら嬉しいかなと思います。はい。っていう形でね、じゃあこれご飯ってどうなんですか？うちの子供じゃあ食べないんですけどどうしたらいいですか？とか。じゃあ、多分もうね、くれくれ言うんですけどもどうしたらいいですか？とかっていうことね、あると思いますので、よかったらコメント欄にいただけたら、またこういった形でお答えさせていただきます。いいねとかチャンネル登録もしていただけるとすごく励みになりますので、よかったらしていただけたらと思います。ではまた明日お会いしましょう。藤本でした。